東西線は、京都府宇治市の六地蔵駅から、京都市右京区の渦政天神川駅までを結ぶ、京都市営地下鉄の路線である。ラインカラーは、主、路線記号は、t。京都市で2番目の市営地下鉄路線として開業した。京都市中心部と、同市東南部の山市区、伏見区との通勤輸送。 および、滋賀県大津市との都市間輸送の一部を担う路線であり、1日平均18万人が利用している。1997年に、第5駅二条駅間が開業し、2004年に、第5駅から六次増駅まで延伸。2008年1月16日には二条駅から、渦正天神川駅までが開業した。同駅からはさらに、 西京区の落成付近までの延伸が予定されているが、京都市の財政事情が厳しいことから建設の見通しは立っていない。六次増駅から山品駅までは、伏見区東部、山品区を京都外環状線の地下を通って南北に走る。山品駅から、ケアゲ駅まで山を迂回するようにカーブし、ケアゲ駅から渦政天神川駅までは、市内中心部を三条通。 おい通、押小路しの地下を通って東西に走っている。京都市中心部で東西方向に走っていることから東西線と名付けられているが東西方向に走っているのは全体の半分程度である。東山駅の山品、第五、六地蔵、浜大津方面ホームすべての駅にフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。うず天神川駅から五両駅では 4両編成と6両編成の両方が発着する関係で、これらの駅では、ホームドアは4両部分のみの開閉も行うことが可能である。地下鉄でのホームドアの採用は、東京メトロ南北線に次いで、東路線が日本国内2例目である。また、各駅ごとにステーションカラーと呼ばれるシンボルカラーが選定されており、ホームドアのほか駅名表示部、駅名パネル、 駅務室の外壁、エレベーターの扉などがその色で統一されている。このステーションカラーは、下の表のようにグラデーションしていく。京阪京新線美和子浜大津駅からの列車が、五両駅から渦政天神川駅まで乗り入れている。平日は、長時間帯、土休日は6時台までに、京都市役所前駅発着列車が運転される他は、 すべて渦政天神川駅まで直通する。交通局の車両を使用する列車は、東西線内6時増渦政天神川間の運転で、交通局車は、京新線へは乗り入れない。日中のダイヤは、東西線開業当初、15分間隔で運転されていた京新線直通列車を除けば、全線で10分間隔だったが、2000年3月に、 カラスマ大池駅で連絡するカラスマ線と運転間隔を揃えるためもあり7分半間隔に増発され、これにより15分間に東西線内で一車2本、京新線直通列車1本のパターンになった。2008年1月16日の渦政天神川延伸開業後は京新線直通列車を含めると京都市役所前から渦政天神川間で 昼間1時間に10本の運転間隔となり、カラスマ線よりも本数が多くなった。2018年3月17日のダイヤ改正で、京新線直通列車が昼間20分間隔で、すべて渦政天神側発着となったため、五両渦政天神側間は昼間1時間に11本となり、五両京都市役所前間は一本減便京都市役所前から、 渦政天神川間は一本増便となった。1997年までの京阪京新線が五両駅異性で地上を走っていた時期は夏季のような所要時間であった。現在の地下鉄東西線の所要時間は夏季の通りである。営業列車は京新線直通列車の京都市役所前駅発着を除けば、 途中駅始発、終着の列車はないものの車両基地は、途中の第5駅近くに所在するため、入出庫の目的で一部時間帯に6時増駅、小野駅間で、回送列車が設定されている。山品の外環状戦争いや第5地域の住民の、貴重な足となっている。この地域は、団地や新興住宅地が多く、京都や大阪のベッドタウンを形成しているが、 人口の増加に道路整備が追いつかなかったことから各所で渋滞が慢性化している土地柄である。地下鉄開業前は路線バスや一部路面区間を抱える軽半径新線ぐらいしかなく時間の読めないことが多かったが地下鉄開業により大幅にアクセスが改善された。なお、交通局の合理化政策の一環として開業に合わせて1997年に 同地区の市バスはすべて京阪バスに移管され、市バスは事実上撤退した。従来から JR 山品駅を起点とした外環状線沿いから山品地区を経由し、第五地域に路線バスを走らせていた京阪バスは移管、地下鉄開業に合わせて大幅に路線を変更した。現在、この京阪バスは山城京阪、四条河原町山品駅。 三条京阪、四条河原町奈義辻駅、小野駅、または三条通り、京油、山品駅六地蔵駅などで、東西線と競合する路線を走らせている。上記三区間ではいずれも地下鉄東西線より安い、運賃であることや、繁華街である四条河原町に乗り入れていることで、東西線の有力な競争相手となっている。地下鉄東西線の開業に伴う、 バス路線再編成により、第五地域では、バス交通に不便が感じられるようになった。そこで、2003年には、地域の住民が主体となる第五コミュニティバスが、設立され、地下鉄東西線と地域とをきめ細かく結んだ。また、山品駅での乗り換えで、JR 東海道本線、湖西線、京阪京新線を経由して、滋賀県方面や二条駅で乗り換え、 JR 三日本線経由で、京都府南丹方面から京都市中心部に流入する利用も多く、六地蔵駅で、京阪宇治線や JR 奈良線乗り換えで、宇治、奈良方面への流動も見られる。沿線には、平安神宮、南禅寺、二条城といった観光地が近傍にあるが、現在の段階では観光客利用はそれほど多くない。 京都市では渋滞のないスムーズさを売りにして、JR 西日本と共に、山品駅での乗り継ぎを積極的に PR している。渦正天神川駅への延伸開業後の2008年3月28日に、京福電気鉄道嵐山本線にも、乗り換え駅として、ランデン天神川駅が新設され、二条駅での JR 佐賀野線に続いて嵐山方面との、 接続ルートが形成され、利用が増加した。京都市交通局が保有する車両と、京阪電気鉄道の京神線から乗り入れる同車が、保有する車両が運転されている。戦後、京都市交通局は、京都市電の新たな計画青写真として6時増、第五山品計上げから追い決を縦断する路線を、検討したが、やがてモータリゼーションの進展により計画は頓挫する。 しかし、その計画は地下鉄路線として新たに練り直されることとなった。東西線沿線は、著しい人口の伸びに、周辺の道路整備が追いつかず渋滞が深刻化していた京都市東部地域と都心部をつなぐための交通機関として1965年頃から計画が進められ、1969年の市議会で建設が正式に決定した。 1975年頃にまず第五二条間の建設を行うことが決定された。しかし、その時計画されたルートのうち、五両駅三条京阪駅間は、京阪警新線が地上を走っており、この競合が問題となった。併設については、下等競争を招く恐れがあったほか、この区間の地下鉄を公営地下鉄方式で建設し、そこに、 京神線が乗り入れることは、民営鉄道である、京神線の改良を公営方式で行うことになるために、不適当とされた。協議の結果、京都市と京阪電気鉄道で、第三セクター会社を設立し、そこが、第三種鉄道事業者の免許を取得した上で、京都市が、第二種鉄道事業者の免許を取得して、その区間の列車運行を行うことに決まった。 こうしてできたのが、京都高速鉄道株式会社である。1988年に発足し、社長には、当時の京都市長、今川雅彦が就任した。こうして、京都高速鉄道が、日本鉄道建設公団方式で、地下鉄を新設し、乗り入れに伴って、京阪京新線の地上区間は廃止されることとなった。当初は、 平安県と1200年にあたる1994年の開業を予定していた。しかし、京都の市街地の多くの地下には埋蔵文化財が存在するため、その場所に改作工法による地下鉄工事を行う際には、文化財保護法によって事前の発掘調査が義務付けられており、それに関わる経費と期間を予定しておく必要があった。シールド工法による 工事の場合にはこの問題は発生しないが、京都市は工事の直接経費の節減を優先し、また、地上の道路整備も同時に行うために、市跡の旧二条里宮の奥域に入っていた、押し工事2を中心に、工区の内かなりの部分を改作工法で掘削することとした。東海道新幹線や鴨川を潜るなどかなりの難工事であった。東西線では、 フルスクリーンタイプのホームドアを採用したため、これも建設費を増大させた要因の一つとなったが、ホームドアは安全面から採用の中止を免れた。こうした経緯を経て、1997年に第5駅二条駅間が開業。京阪京新線が五両駅京都市、役所前駅間に乗り入れを開始した。二条駅までの開業の際、 京阪京新線の乗り入れが当初予定していた三条京阪ではなく、その次の京都市役所前までだった理由は、三条京阪駅、西側はすぐ急カーブとなっている上、直上に鴨川が流れているため折り返し線設置には向いておらず、同駅付近では折り返し運転をするのに必要な空間が確保できなかったためである。一方、二条駅まで乗り入れなかったのは、 京都市交通局にとって、車両使用量がかさむこと、地上側の電力設備の増強が必要なこと、二条、京都市役所前間で輸送力が過剰になることなどが、理由である。その結果、京都市役所前駅の西隣にあるカラスマ、小池駅でのカラスマ線との接続に問題が生じる、結果を招いた。1999年には、 京都商工会議所から二条駅まで京新線、乗り入れ区間の延長要望が出され、戦術の通り、2008年1月16日の、渦政天神川までの延伸開業に合わせて、渦政天神川駅に変電所を新設し、京阪京新線列車の乗り入れ区間を同駅まで延長することになった。もっとも、乗り入れ区間の延長に伴う余力の捻出のために、 当初は、京神線列車毎時4本のうち2本が、渦正天神川駅まで運転されたが、2018年のダイヤ改正で、京神線列車が昼間以降すべて、渦正天神川駅まで直通するようになった。一方で、運転間隔が15分から20分になり、京神線列車の運転本数は、東西線改良以前より減便された。 1997年の開業時に九条山駅と日野岡駅が廃止された。日野岡駅が五両駅に統合される形で、残ったのとは違い、代替駅の建設予定がなかった九条山駅周辺住民からは、地下鉄駅設置の要望が出ていたが、難工事が予想された上に利用者があまり見込めない、ことから、計画段階当初より、代替駅を建設することは見送られた。 2020年3月現在9条山バス停から三条京阪方面や山品駅方面には京阪バスが走っているが日中の三条京阪行きのバスは1時間に1から2本であり1時間に4本の停車列車があった京阪京新線時代に比べて大幅に削減されている京都市営地下鉄東西線の建設は1971年の 都市交通審議会の答申で具体化したが、山品三条間のルートが当時営業していた、京阪京新線の京阪山品駅三条駅間と競合するため、京都市と京阪電気鉄道との間で協議が必要となった。その協議の場において、京都市側は山品から原ルートよりも北側を山岳トンネルで貫いて、京都市都心部へ直行する案を提示したが、 京阪電気鉄道側は、両線が競合するほどの輸送量はないとして、これに反対し、京阪電気鉄道が京進線の京阪山品駅三条駅間を廃止し、京都市営地下鉄東西線へ乗り入れることで、決着した。その後、東西線の山品付近のルートの都合により、浜大津方面から京進線の山品での乗り入れは、物理的に不可能となり、 京新線と東西線との接続域として、三条通りを走る日の丘から五両間に地下鉄五両駅を新設し、ここに京新線の五両駅を移設、地下化することに決まった。京都市営地下鉄東西線の建設主体は、第五駅五両駅間 6.3km と三条京半駅二乗駅間 3.3km の、計 9.4km は、京都市の施行。 京阪県新線の置き換え区間となる五両駅三条京阪駅間 3.3km は京都市京阪電気鉄道などが出資する第三セクター京都高速鉄道を設立して日本鉄道建設公団の施行となったそして鉄道施設の完成後京都高速鉄道が日本鉄道建設公団から25年間の分割払いで 鉄道施設を譲り受けて、京都市交通局に対応し、京都市交通局が、第5駅二条駅間を一体的に運営することになった。東西線は、慢性的な赤字を抱えている。そのため、京都市交通局は2008年5月12日に、2008年度中に、京都高速鉄道を解散し、2009年度より、京都高速鉄道保有区間を含めて、 東西線全線を市が直接経営する方針を決定した。これは、京都市交通局が、京都高速鉄道に建設費返済の財源として、年間55億円の線路使用料を支払っているが、当初の借入金が高金利であること、人件費など、会社の経費もかさむことなどが、地下鉄の経営悪化の要因となっているため、2005年に、 創設された国の公営地下鉄の支援策の適用を受けることとしたが、直営ではない区間は適用されないためである。カラスマ先生備計画の当初から、東西線は西京区の落成方面をび、長岡京市までの延伸が構想として存在するが、渦政天神側から、先の延伸の具体的な進展は未だ見られない。2021年8月に、 西京区が策定した第3期、西京区基本計画では、東西線の延伸に関する項目自体がなくなった。一方、新たな交通システムの構築や、交通事業者と連携した、利便性向上策の検討、既存の交通ネットワークを縦横断的に結ぶ、新たな環状ネットワークの検討が、新たに明記された。2013年9月16日の台風18号による、 五両駅の冠水により19日夜まで、カラスマ・オイケ駅・オ野駅間で運休した。これは折り返し用の、非常渡り線が、カラスマ・オイケ駅東側と、オ野駅の第五車庫への出入湖線にしかなかったことを、理由としたためで、浸水していなかったカラスマ・オイケ駅・ケアゲ駅間、山品駅・オ野駅間も、運休となった。五両駅の水害は近くを流れる安城寺川が、 豪雨で溢れ線路時期伝いに、京半京新線の乗り入れ口から大量の水が流入、五両駅東の地下30メートルにあるポンプ室の毎分1.8トンの排水能力を超えポンプ室の動力板が冠水し、排水ポンプが停止したことによる。この対策として、安城寺川に水系の設置、電源設備を地上もしくは冠水しないところへ移設。 予備電源を用意する。京新線の乗り入れ口には、京阪電鉄が、止水扉を設置するとしている。なお、本災害に関する詳細は五両駅、水害対策を参照されたい。駅はすべて島式ホームで、エレベーター、エスカレーターを完備しているほか、トイレの段差をなくしたり、車椅子用スペースを設けたりして、バリアフリーが図られている。第五駅、 カラスマ大池駅以外は、改札口が一箇所となっている。エレベーターはほぼすべての駅で、油圧式、11人乗り、展示表示、音声案内付きに統一されている。エスカレーターは駅により上りのみか、上下とも完備されている駅とにタイプあり、全駅とも、センサー式自動運転である。駅の案内サインは、カラスマ線とは異なるものが使われている。 東西線では、駅名表の下部にステーションカラーを採用しているため、基本的な様式は、東西線全駅で、共通ながらもステーションカラーの部分のみ各駅ごとに、異なっている。2008年の二条駅渦政天神川駅間の開通を機に、駅の案内サインを一部更新し、同時に日本語、中国語、韓国語、英語の4カ国語の表示や、 ユニバーサルデザインのピクトグラムも導入されている。東西線では全駅に発車メロディーが導入されており、4曲、すべてが、京都の長い歴史を反映してか、琴や鈴などを使った、古風な雰囲気の曲である。曲名は、以下の通り。琴の朝もや第5次のグイス春開きし、先導いのしし。 脅しいずれの曲も東日本旅客鉄道のメロディを手掛けた桜井音楽工房の制作で、これらの発車メロディは京都市交通局公式サイトで聴くことができる。ありがとうございます。